クイル、こいつを見ろよ。何？ニッキーはここで何をしてたの？疲れてるな。何？何？あんたのおもちゃを。付き合ってた頃、コレルにあげたんだ。記念にと思って。大した意味はない。何が書かれてた？いや、こいつどうだ？小娘はいくつだ？おろ！12歳。嘘だ、嘘だろ。娘がすでに死んでいたら関係ないが。おい待て、だからここに来たのか。そうだろ、娘は12歳、クイルが娘の母親。うわ、でも計算は確かに合うよね。ああそうさ、計算は合う。だから確かにあり得る話だよ。保険の授業で習った限りな。刺激的。今大事なのはコレルとニッキーの安否だ。そうね、ここにはいないわけだし、さっさと先に進もう。ちょっと見てきたいよね、コンパクト。こんな風にニッキーのものを漁るの良くないんじゃない？ピータークイルは父親だ。娘の私生活を把握する義務がある。あ、なにこれ。ここにいねえのは分かったろ。多分気持ちの整理を。あの子がこんなに機械に詳しかったなんて信じられない。そうだよね。俺の方が上だ。張り合うな。見たって何も変わんねえぞ。張り合うんじゃないよ。あれはなんだ？ただの願望ってやつさ。混乱した子供の願望？自分の娘をそんなに言うな。あの顔は何？スクラル人が好きじゃなかったっぽい。スクラル友が好きなやつなんていねえよ。確かに。すいません、あの。おお、ガキにしちゃ悪くねえ作業台。ちょっと強くさせよう。ニッキーなら使っていいって言うさ。頼めるか、ロケット。ガキが文句垂れてきたって使ってやるぜ。さすが。なんか強いやつなんだろうな。ありがとう。お、チャージショットは追加アクションの一つで、使用中の武器で直接相手によろめきダメージを与える。トントントン、オッケー、ちょっとやってみる。あ、ここ出てからだね。ちょっとあとはあのアビリティっていうものをちょっと、よし、こんな感じで味方も左のパイプを通って行けるはずだ。強くさせたから。内側に缶抜きとかがあるかも。任せとけ、スターパパ。それはいい。おい、めちゃくちゃつぼってるじゃん。まだ分かってないんだ。気を緩めないでくれよ。俺はお前を笑いながらでも心配できるぞ、ピータークイル。ありがとな。正直言うと、あのガキの腕は大したもんだぜ。お、そうなん？ターミナルを非常用動力につなぐとかよ。言っただろ、頭のいい子だって。ロケットが言うならそうなんだろうね。父親ではないのかもしれん。同意だぜ。賢いから。切れ者すぎる。何もかも母親から腹を立てよう。もし俺に子供がいたら、男でも女でも頭が良くてめちゃめちゃクールだろうな。つまりニッキーみたいに。あ、そうだな。まあ、こりゃやっぱ全部母親の遺伝だな。あれ、コレルとニッキーと一緒に乗ったエレベーターだ。二人がこっちに降りてくるところだったらついてるんだが。あら、私たちがついてたことない。おい、びっくりした。あ、あれやってみよう。こうしてこうか。背後に注意。え、待って、ちょっと待って。こいつらがノバ軍警察だったのは昔のことでしょ。できないんだが、チャージショットみたいなやつ。待てよ、ちょっと待てよ。こいつの闘志を永遠に眠らせてやったぞ。ピータークイル、お前を救ったぞ。ありがとう。マジ。お、ナイス。早かった。早く
もパパの練習してんのか大丈夫、私ら結構強いんだよ。そうか、パパの練習だけど、2人は無事だよ。心配いらない。コレルのオフィスってこの上にあるんだっけ。ああ、とにかく上に行こう。うん、次のフロアがコレルのオフィスだ。お、あ、動かせる。ねえ、気づいちゃったんだけど。おい、何？正直に言えよクイル、今ビビってんだろ。自分が急にパパだと分かって参っちまったか。よし、恐怖を認めましょう。理解するのに何年もかかる者もいる。自分が父親かもしれないって話は、まあ正直ちょっと怖い。ちょっと怖いね。不安を受け入れる父親になるとはそういうものだ。みんな言うじゃんか。なんだ？おい、オフィスはどこなんだよ、クイル。この辺なのは確かなんだが、前はこんなにごちゃごちゃしてなかった。まあ、まっすぐでしょうね。死の匂いをたどれ。死の匂い？誰も死んでねえでしょう。おい、あったあった。コレル？ニッキー？空っぽだね。気配もないな。もうどっか行っちゃったんじゃないのかな。壁のおかしな文字は以前からあったか。ああ、そう、確かに。一応コンピューターに侵入すっか。犯罪歴消せたりしねえかな。冗談だよ。ログにアクセスしてみる。何があったか。確かにこの文字は俺たちは手分けしてみたろう。なかったよね。これはクリー語だね。うん、お母さんは何でも知ってるだって。ブラインゼゼムバック約束。おお。怪しいね。間違いなく争いの後だな。マジ？こいつはまずいな。いい匂い。何してる？ドラクス。何を？ご飯ね。なんか部屋に入って布団の匂い嗅いでんのかと思った。スンスンつって。これはなんだ？怖いくらいあんたに似てる。え、嘘。俺の面影なんかどこにもないぞ。青いし。それに本当に俺の子ならコレルが言うだろう。娘を守るためだ。クリーの準備はお前との交尾は極刑に値する。そんな法律ないよな。クリー人は血統に異常なほど厳しい。あ、そうなんだ。はコレルがこんなこといけないって言ったのは言葉通りの意味。なるほどね。最初の子供だな。よく話を聞かされた。ああ、惑星ハラにいたんでしょ。それでチタウリ。ああ、へえ。この子と夫を奪われた。だから戦争でも怖いもの知らずだった。失うものがなかったんだ。そうなんだね。複雑なんだ。あら、ここがニキの部屋かな？髪を染めるやつかな。クリー人が髪を染めるのって普通か？なんだこれ。何か隠してた？うわ、なんかなんか。なんかどうなってんだ。ニキの ID だ。ん？なんかこれ。おかしなところでもあった？わからない。どこかいじってあるのか。自信ないけど。小娘の生年月日はわかるか。一般的なクリー人の妊娠期間と比べてみろ。そんなもん知るかよ。怪しいんだね。あと。気になるのはないね。あれは何？何がわかった？教えてやるからこっちに来い。はーい、行きまーす。おい、クイル、見るのか見ねえのか。見る見る。お待たせ。なんかある。で、何があった？何も。艦長ってのは西をつけるもんだ。あんたはつけてる？だからそいつが消えてんだ、丸ごと。あ、そうなんだ。マインドがわざわざ消したのかって思うほどにな。電源を切ってつけ直してみたか。バックアップは？ノバの船ってメイン。全部調べたでしょ、ロケットのことだから。ネクサスのメインフレームのことか？システムのどっかにゴーストがありゃあそこに。俺は断固拒否するぞ。本物の幽霊じゃなくてデータの話だ。
だよな。幽霊嫌いなんだ。だよ。でもネクサスに直にアクセスしなきゃだ。ブリッジに行かねえと。あら、まだ何があったか分かるまで帰らないぞ。あら、頑固だね。いざ敵の本陣へ。行きますか。船のマップによるとブリッジはこの先だ。ほうほう。ワンコーに次ぐ。ありゃ霊の司祭じゃねえか。霊の司祭？教会が裏で糸を引いてた。ああまずい。あ、やだやだ。うるせえ。知るか、ごめんな。やばい。止まって。やばい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 。なんだ？うわ、そういう形？ザ、グループとして。よしよしよし。やばいやばいやばい。うちのドラッグス何すんの。痛い痛い。固まってんだけど、バグってる？もしかしてちょっと待って、あれバグってない？悪いけどレイカーの教会が急に魅力的に思えてきたぜ。バグってるよね。攻撃してこないんだけど。そういうもんなの？え？バグってるよね。やばい、かわいそうになってきたねえ。こんなみんなでいじめてるようなもんじゃん。倒すことに集中して。嘘、ごめん。そんな目でこっちを見ないで。そんな目で。ごめんね。あー、まあいいか、敵だもんね。あ、これか。あ、こう違う。ね、こう、こうです。これでよし。よくやったな、ピーター・クイル。そしたら、あーで、動くんだ。オッケー。ワンコが出ねえ理由なんか知らねえよ。みんな乗った？あ、分かれるんだ、これで。ん？あ、そういうわけじゃない。みんな乗ったな。瞬間移動した。じゃあ次、あの殺人。そうかい。で、俺の見たマップが正しけりゃネクサスはこの真上のはずだ。はいはい。ネズミをもう一度パネルに向かって投げるか。ね。おいおい。わかった。使えるもんがないか探してみる。探してきますね。あ、やばばばばば。死ぬ死ぬ死ぬ。妙だと思わない？ワールドマインドが全く反応ないなんてあり得る。妙だな。リブートというやつか。こっから行けないか。言葉が出てきたな、ドラックス。なかなかいい線いってるぜ。それはよかった。リロードと迷ったのか。かわいい。バカにされてんの気づかないで。それはよかったとか言って。ドラックス純粋だな。あそこのパネル隅っこの方が空いてるよ。どこのパネル？きっとあれが出てきたね。完璧だ。じゃあこのふわふわ浮いてるサーバーを飛び移っていけばいいわけだ。もちろん安全だよな。あ、そういうこと？ああ。俺たちのちっぽけな体くらいしばらく。こうか。られるだろう。思えばネズミがガラスを割らなければ。こうだ。ネズミ。さすがにロケットのせいじゃないでしょ。そうだね。慌てて駆け出したのがとどめだった。そもそもてめえの図体のせいでひび入ったんだろう。グルート、そういえばコスモとはつながった？いや、まだだとよ。これか。ちょっとは電波良くなるんじゃないか。こっちなんかあるかな。あれが何もねえっすわ。制御ターミナルってことだね。苦労して来た甲斐があるといいな。一番乗りは譲ってやるよ。ありがとうございます。らしくないな。ブービートラップを警戒してるんだよ。お、そういうことか。パスコード。でもこのパスキーのことをニッキーはコレルには内緒に従ってた。ガキのカードでネクサスのロックを解除できるわけない。マジかよ。よし、行けたぞ。すご、どうすんの。犯罪記録に進めクイル。はい。このファイルを見た。
犯罪、あ、ドラッグスもいる。ああ、ドラッグスの犯罪歴は半端じゃないな。さすがだぜ。聞いたことを鵜呑みにするの。クイルはすぐに何でも信じるからな。私のもっとあるかと思った。あれ？ワールドマインドって知らないこともあるんだ。へえ。未払いの罰金一件。未払いの罰金。あ、そっかそっか。お前がバケツ頭になるだ。俺をぶっ倒してからにしろ。すごい。銀河に進出してない種族の割に地球人はよくやってるよ。会いに行くとな。お、これさっきの？こいつ罰金払いに行った時にいたやつじゃないか？あ、あいつだな。ほら見て。お、レディ。ガールフレンド。ガール。ヘルベンダーは俺の恋人ではない。一方的に気に入られてるだけね。89P13。あらゆる前科を網羅してんだぜ。ここに書かれてるってことは捕まってるってこと。わかってんの？つまり？あ、でも未払いの罰金1件だね。未払いの罰金10件ぐらいあると思ったんだけど。ヘイジンの警官が悪になると最悪なんだ。お、いたいた。あんたの記録想像以上なんだけど。待って、すごいだろ。公然わいせつって何？公然わいせつって。へえ、面白いねこれ。知ってるかクイル、 C53 はど田舎もいいとこだぜ。俺とグルートがクイルを知ったのはヨンドゥが書いたおかげだ。賞金は諦めてくれてよかったよ。へえ、そいつはどうかな。このクリージンはよく知らん。ほう、ネームレスの一人だよ。おお、そりゃおっかね。あ、これだけなんだ。面白い。一体どうなってんだよ。おいおい、ちょっと待って。人事ファイル。スターロードとダークホークを一緒にしてもらっちゃ困るんだよ。あー、コレルとかね。行方不明。ほうほう。サノスのスパイ？はい、あ。お前の彼女が警察官なのは分かってんだよ。使える情報が出てくるかもしれないだろう。見ろよ、ニッキーのファイルだ。つまんねえ。この名は知っている。名誉ある男だった。殺された後に言われても仕方ねえんだよ。はいはい。あとは画像ファイル。じゃあ見てみるとするか。これはなんだ。うわ、こりゃすごいぜクイル。まだ俺の犯罪記録を読めるってことは。やめておけ。何？わかんないな。音声ログ。さっさとなんか開けて。ごめんって。ノバフォースの整え方。ああ、深い瞑想とメンタルレス。そういうやつね。包括的ガイド。映像ログ。この中にきっと何かある。これか。見てみるか。あら、なんもない。ん、これ。おい、あれ、封鎖域で探索した採掘船だよな。いつの映像？え？信号が強い、近いようです。ゴージャマン。どのくらい？なんとも、妨害がひどくて。どうなっちゃう？コレル隊長、何かを開け。大丈夫？いつの？なになに？俺たちの後に来たんだ。やばいね。なるほどね。あれってもしかして。我らのモンスターを食らったやつだ。他の可能性もある。なぜ立ち入り禁止区域だぜ。違う、バカ言うな。あんなの俺たちと関係ねえ。どうしよう。あの石、ロケット。あ、石か。石を拾ったんだ。見覚えあるよ。そうだよね、賭けで。俺のせいだってのか。はっ、よくそんなこと言えたもんだ。俺らのせいだ。放っちまった、あれを。うん、影みたいなの。あれはここに繋がるわけね。できないよ。その通り。
それにコレルはすごくタフだし、生き延びれるよ。行くの？コレルならあんな状況でも生き延びれるさ。絶対にな。